加藤田平八郎明治8年1月15日は、江戸時代後期の武士、剣術家、武術家。数多くの多流試合をしたことで知られる。加藤田日記の著者としても知られる。意味は茂秀、字は宣教、号は益帝。弟に、儒学者、加藤米さんがいる。文化五年、久留米藩士、加藤重介の長男として生まれる。加藤家は、藩の剣術主藩家として、 新加下流を伝える加藤岳の文家であった。11歳より、加藤田新八に入門し新加下流を学ぶ。16歳で、加藤田新八の娘をめとり、加藤岳の婿養子となる。文政12年、開国修行の旅に出る。九州北部、山陽地方、近畿地方、伊勢、四国の19カ国を7ヶ月で回り、この間に試合をした人数は998人に、 登った。天保八年、養父加藤田新八が隠居し、加藤田家の家督を継ぐ。また同年、星野平左衛門により、養親流なぎなた術、鎖釜術を学んだ。翌天保九年、江戸で、久保滝米の下で修行をするため、再び外国修行の旅に出た。江戸で、織田に信友と,と十本勝負で全勝、島田虎之助と八本勝負で全勝。 六尺余りの流し内を使う小川八郎に判定勝ちした。この開国修行中、平八郎は四尺の流し内を使って試合をしていたが、定寸の三尺三寸の市内を使う千葉修作には敗れたという。武術だけでなく、文筆にも堪能で、家督を継いだ天保八年から明治七年まで、毎夜、稽古の後に詳細な日記を記していた。 この日記は現在は一部散逸しているが、現存文は加藤田日記として、久留米の貴重な郷土資料となっている。また、万円元年には、初心者への剣術指導法を記した、諸学、数値を表した。この中で、自らの多流試合や、剣術指導時の経験を分析して記している。明治8年1月15日没、去年68、平八郎の没後、 息子の大輔が自宅に道場を開き、加藤田新影流剣術と陽心流なぎなた術、鎖釜術を指導した。家督相続した天保八年から没するまでに教えた、門人は三千五百人を超えるという。億免許を授けた十二名のうち、幕末期の名剣士の一人である、松崎奈美史郎、剣道藩士となった梅崎彌一郎らが知られる。ありがとうございます。